はい、どうもです。一部調整された機体で楽しんでいますでしょうか。おう、なんせ、また何か試そうというのか。そうです、試してみますよ。実はですな、よーく、オーダーのデッキを観察していたら、調整された機体が一つもなかったことに気づきましてね。ふん、お主ならありえるじゃろ、わら。そんなに機体が当たるとは思えんからのう、もう一つ、わら。まあ仕方ないですな、持っていないのだから。それで今回は試す機体あるのか？今回は調整された、唯一の機体で試してみます。その機体はこちら。おう、ジェンジェト。そんな機体を使っておったら、壺を買わされるぞ。いやいやいや、それはないでしょう。ふん、そんなことがなくてもわしが壺を売りつけてやる。いりませんから。ふん、しぶといやつじゃ、はよグダグダ言っておらんで試してこい。あなたですよ、グダグダおかしなこと言ったのは。まあ、とりあえずね、試してくるよはい、マップはダカールとなりました。例の南突が来ていました。ジェンは防衛スタート。おーおっと、ネズミ発見。おい、それは止めろ止めろ。止めないと壺を買ってもらうぞ。壺はいらないってよー。さて、バトルエリアに戻りましょうかね。このジェンに新たに武器が追加されましたね。ハイドボンブタイプ Z。ダウンポイントが415で効果範囲5800オーバーの爆風武器。6発、全弾発射の武器ですな。それから、ニードルミサイルの威力が増加しましたね。おお、そうだったのか。以前のゆっくりと進むハイドボンブよりはいいのではないでしょうか。しかし、集団性能はというと、このようにかなりばらける。しゃがんでもばらけますねー。ということでばらまきといった使い方になる感じなのでしょうかね。おう、もともとのハイドボンブもばらまく感じじゃったからコンセプトは同じ感じなんじゃろう。そうかもしれない。でも弾速が速くなったからまだ良くなったとも言えますな。ということで今回の戦場は、かなり押しまくっている戦場となっています。おう、バトルエリアからすでにはみ出ておるではないか。そうですな、こういった戦場もあるということです。もうこれは壺を買って玄関に飾るしかないじゃろう？幸運が舞い込むかもしれんぞ。そういうインチキ商売はいらないのだよ。ふん、騙されなかったか。騙されるわけないだろ、手口が古いのだよ。これは獲物だ、わしも負けたくないのでな。その壺がどこがいいものなんだよ。この壺は何をするか、不思議なことが起きるのよ。って言っている間に終わったー。実際は終わりではないのだよ。
ということでね、今回は調整された機体、キャンを試してみました。まあ、以前よりは良くなったのではないでしょうか。新しい壺が手に入ったぞよ。ほら。おーおー、それ壺じゃなく瓶だから。ほら、パッ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 とな。へぇ、へぇ、へぇ。へぇちょん、へぇちょん、へぇちょん。あわわわわわ、なんだこりゃあ。ふっ、戦いをまともにやろうとするから、こういう目に遭うのだよ。もういいわ。